この後ニンニンにコーチングしてもらうんだけど、2試合ね、俺がいつも通りにロールをして、それを忍者が裏で採点してもらう。10点スタートで最低が0で最高得点が20で点数をつけてもらって、あの悪かったところ良かったところもある程度メモってもらう。ピンポー、はい、やるぞ、はい、お願いします。コーチング、もう本当に何でもいいから、なんかチャンプどうこうもそうなんだけど、ミッド全体で基礎的なことが できてないと思うの。もうなんかもう厳しくお願いしたいです。厳しくでいいの？厳しくでいい。これは今前回雷神の時も言ったけど、厳しくチャレ基準で、あーこうなんねえとお前は D1 にはいけねえぞっていう。あーまあいいけどねお願いします。じゃあとりあえずミュートしてメモを取っていくんで、お願いします。よろしくお願いします、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、頑張ります。というわけでございましたおー緊張する。やっぱレートが高い人いろいろ見てもらうと緊張するな。頑張ろう、マジで頑張ろう。さあ、はったはった、最終的に何点か予想してくださいピタリ賞の方はなんと何点で、まあ16かな最終的には。ちなみにスタンミさんは16が15点以上は硬いかなって感じはするね。すいません、はい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 、画面共有の方忘れないで置いてください。はい、わかりました。すいません、気をつけてください、はい、ではミュートします。はい、すいません。なんかおかしいな様子があれ忍者かな本当に。はい、こんな感じです。はい、ミッドの、マッチアップは終わりましたと。これは先出しだからしょうがない。マジでいつも通りじゃない？カシオペア、あの先出しピックはいつもカシオペアで、で2個あったんだけど、今では2個やめたから、まあ、カッシーになりました。忍者何でも使えるしな、ある程度。忍者ほどコーチングに向いてる人は逆にいないのかもしれない。だって ADC もやってたでしょ、今トップやってるでしょ、ミッドチャレンジャーでしょ、ジャングルも経験ないでしょ、でサポートもクソうまいでしょ、まあ、忍者さんはめっちゃかっこいいから、あの人。忍者さんの配信みんな見てください。最近一番熱い配信者といっても過言。力だけではダメ、操れない。はい、集中します。久々だな、この雰囲気のロル。そんなちょっと返してる余裕はないわ、ごめん。返してる余裕じゃなしこれまさか CS1 逃したらマイナス1とかないよね。忍者基準、チャレンジャー基準、さすがないよな。私の愛、俺いつもあんなところワード置いてたっけ俺置いてたっけ。ちょっと意識しちゃってるかもしれない。イグナイトだからな、ヘルスを高く保っておく。一応バリアだから、おもろロル。オッケーオッケー、 Q が当たったらダメ交換。じゃあピンを鳴らして、はい、ワードここら辺かもしれませんのピン。強化されてるのを感じ、もうダメだ、もうダメだ、終わったか、もうダメだ、もう頑張れ頑張れ、スタンミ頑張れ、集中しろ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 、こっから返せんのがか。忍者見ないでくれ、忍者見ないでくれ、もういや次の試合しないしないしない、こっからでも返せるから。ケイトリンカシオペなんて全然いいから。でモルガナがフィズに刺さってるから、はい、前向きな姿勢プラス1。オッケー、見えるものを信じなさい。
倒しました。敵を倒しました。味方が倒されました。あなたのチャンピオンが倒されました。私に染まったら抜けられないわよ。まあ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 。こっち側に体を作る。E を使ったから前に出る。でピン鳴らす、ピン鳴らす。おい。怖え。いい使った。すごくうまい、プラス100万点すごくうまいからプラス100万点です。これはテレポートも使いました。100万点プレイ出たね。でこれ帰ったふり、やばない、え、やば、え、これ多分やばいぞ、これ加点やばいぞ。シャットダウン、シャットダウンワース、これはシャットダウンワースだよな。忍者、忍者ワースだよね、今のワースだから忍者。敵をおびき寄せて。ライブはないかな。あ、だいぶだ。敵を倒しました。ナイスすぎるかもしらんけん。でこれはバックトップでもアクション起こしたからミッドでここにいる意味がない。こっち戻ります、戻ります、戻ります。でアルティメットないから俺はかなり強気に出ている。もうそこでファームできると思うなよ。魚、魚、あなたのチャンピオン倒されました。いった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 。怖いね、ここいるね、これはここにいると思うね。敵を倒しました。トップ側から出てきた。秘密は刃よ。じゃあ、じゃあトップがいるわ。ブルーか、いない、今いない、今ボットかもわからん、今ボットかもわからん。これ押すわ、これ、これ押す、押す、押す。アムムがいるからワンちゃんが出る。俺はミッド押す。これいかん、味方を信じる。味方が倒されました。ここでアルティメットをキー当てて、味方が倒されました。オッケー、まあまあまあ悪くない、来ない、オッケー下がろう、オッケー下がろう。欲しい。ケイトリンがフリー、ミッドはしょうがねえな。それで俺トップ行くと思うよ、俺トップ行くと思うよ。これ逆にミッド押しちゃう、ミッド押しちゃう。ヨリックの方絶対やるから、ミッドのタワー割りに行くわ。あれ寄ら、寄らない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 、俺寄らない。シャットダウン、しょうがない、しょうがない、それしかない。でフィズがボット、ミッドフリー、権力になって初めて勝ち。敵を倒しました。忍者見てる、忍者見てる、俺のプレイ見てる、忍者、忍者、忍者俺のプレイ見てる。
忍者何点、今の何点だったかな、え、何点今の、チャレいけっかな俺、全部押せてるしね、バリアもセラフも全部押しました、100点満点じゃない、やりきれない、ワード自分で置いて、ナイス、キリンスリー、クリセブ入ってる入ってる入ってるよ、敵を倒しました、これね、このままいっちゃう、ダブルキル、トリプルキル、シャットダウン、エース、まあいいんじゃない、いやまあいいんじゃない、今の前に出る判断いいんじゃない、悪くないでしょ、で最後の4体目クリックミスっちゃったね、慌てない、あのフィズには勝てる気がするな、セラフのシルだったら、味方がタワーを破壊しました、オッケー。で合わせてミヤズマ大丈夫よ大丈夫よ、オッケー、ワードを置いた、勝った、落ちた、うーん、まあフラッシュ、まあフラッシュ、やべ、それやばいかもわからん、それね、かなりバックだよ、バックだよ、それバックしない、それバックしない、それね、足とかが来るよ、いや、これからバックしよう、これからもうバックしよう、ヨリックが言ってるから、味方が倒されました、味方がタワーを破壊しました、微妙だな、バロンいくかな、敵味方がインヒビターを破壊しました、バロンはいかん、あ、ナイトリック、公式技ね、結構ヘルスは高いんだよね、でバリアもあるし、いや俺今回ボイド行こうかな、味方が倒されました、厳しいね、30秒か、30秒なら怖いね、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 味方がタワーを破壊しました、ヨリックが強えな、オッケードラゴンファイト17秒帰れねえな、金色の棒1本欲しかったけど、あなたのチャンピオンが倒されました、間もなく敵のインヒビターが復活します、で3つ押す、全部面倒、これね、え、触んない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 、触るのピンを鳴らす、これ俺が鳴らしたピンだからね、ここ重要、ここ重要で、俺は奥に入る、俺奥に入る、俺奥に入る、宮島ここナイス、キリングスクリーン、あなたのチャンプ倒されました、味方が倒されました、味方が倒されました、俺がピン鳴らしたっけ、結果で語ろう、これは中立も食って、ちょっとやらかし多いから
これは集団戦じゃちゃんと見せよう。ナイス逃げ、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 ナイス逃げすぎる、ナイス逃げすぎる。敵のアスト早いよ、早いよ、早いよ、早いよ。スピード、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 スピード。オッケー、バックショ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 、バックのピュー鳴らせ。敵のランページ。ナイス。マジで怖い。いやマジで怖い。もうほんとごめん。なんでよりによってこういう試合なの。行ってみよう。ちょっと忍者さん、はい、試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。でちょっと、はいはい、何から申し上げればいいかね、やめて忍者その雰囲気正直、うん、自分ちょっと眠たくて途中おやめろやいやこれこ、いや試合がとかじゃなくて今日自分が3時じゃない5時起きでちょっと眠いなと。そういうことだよね。こっちはいやまあ別に試合が眠かったとかそういうわけではないよな。うん、多分ない。多分なんか自分最初気になったのが、うん、なんかフィズすげえ簡単にファームできてるなっていうのは思ってたかな。あーそう。もっと強気出ていい。なんか正直自分がアサシンがあんまやんないからあれなんだけど、その3ウェーブ目までなんかウェーブを溜めながらゆっくりマナ使わずにプッシュして大量に押し付けて相手が CS 取ってるところハラスするのがなんか割とメレー相手の基本なんかなって感じでしたけど。なるほどね。何にも考えてなかった。そんなことなんかの動画で2ウェーブをしたらここにワード置けって言われて、毎回なんかここがここに置いてんだけど、確かにフィズ相手に圧をかけるのは最初の圧は足んないよ明らかに。これは明らかにだな。 CS ほぼほぼ変わらないな。ちょっと問題がある気がする。わかりました。ちょっとここから こことかさ、うん、まだ使う必要あんのかなって。3ウェーブ目か4ウェーブ目ぐらいの時もうスタミン全然ハラしてないのに全然まだなくない。なかった。そこら辺あってたんないのかなって感じがする。うん、CS が丁寧じゃないからまだなくなっちゃうんだな。あもうここも Q を使わなくていい。ミニオンにでいいと思うけど、うん、こことそこのシエストっていうところがもうちょっと通常攻撃とか入れて、ああ下がりすぎなんだ。強気でいいと思うけど。相手電撃発動させにくいから2レベル。これでもう回らないもんな。なんかカッシーが序盤の方ある程度耐えてで涙とかがあったら強くなるなと思って、どんなチャンプでもへっぴり腰になってる気がする。俺フィズ対面もうここら辺のタイミング終わっちゃったら前に出てハラスするのもはやガンクで怖くなっちゃうから、それまでに頑張って、まあ、つけれるとしたらそこでつけたいなって感じする。そうだな。気をつけます。序盤の圧ね。序盤の圧うんマイナス20点だブルーチームのダブルキル待って忍者やん、俺持ち点10なんだけど。マイナス10点だね。試合を決めた。もう試合決めたねこれじゃあ、まあ、今のところ俺のポイントは0と。あと気にメモしてて気になったのがなんかアムムが6レベルになる前にファイト起こしてたけどボットかな、ドラ前かな。
ドラマのやつ一人食えてさっさと下がれるタイミングとかだったら別に戦ってもいいけど、なんか俺マジで見てねえわそんなもの。相手なんか夜の間に合いそうだったら相手の方が多分強いタイミングだから。やばいなこれ。いや完全にどうかなって感じ。これこれ、こっちの方が寄りが早いなと思ってフィズより、で戦うピン鳴らしたんだけど、系統も別になんかオールインの対決この時間帯強いわけでもないし、アムムも6までそんな強くないし、アムムを見ないといけないんだよな。いや俺マジでそれ課題と、視野狭いんだな。自分のウェーブのことしか考えてないわ。ジャングルのファームとかマナとかレベルとかマジで確認せんもん。今のマイナス何点ですか？わからん、もうわからん厳しい。一人交換なんでギリギリマイナス1とかでいいんじゃないですか。あ、はい、この試合こっから割といいところが多かったよね。あったよね、あったよね。2、3回ぐらいいいところが続いたのに、なんかすごいことになったねこの試合追い返してみると、はい、こことかまあ全然いいよね。スナイスプレーだね。うん、アムムのいる方に寄りながらファイトしていって、うん、これね、これ何点、これ何点、プラス1ぐらいでいいんじゃないですか。じゃあ1なんだこれ加減がわからん、加減がわからん、ほんまお前20出したじゃん。そんな一命でやんだあれは。もうシャットダウンで、ここ、ここ、これよくあるんだけど、忍者、これ見て。うん、こうボッ、ロームしちゃった時はどうすりゃいい？これさ、逆サイド行く人もいいじゃん。結果的にはミッドをしてた方が良かったけど、うん、結局どうなるかあんま分からんから、正直寄っちゃってもしょうがない気はする。この辺はもうケースバイケースすぎて何とも言えない感じだ、だな。さっきのトップはまあなんか多分行っても間に合わんかったから、ミッドオスか寄るかの2択でって感じか。え、待って、なんかあったのこれ。え、ちょっと戻して戻して戻して、このボス、そう、ここ、ここで自分正直ちょっと寝かけとって、うん、なんでこうなったんやろって。いや、これはもう俺は分かっとる。これはもうやっちゃったなってのはあのね、自覚してます。いや、自分寝かけとって、うん、あ、なんか死んだなって思っとったら、なんかスタンミンがいきなり、うわっ、やっちゃって言ったから、なんか、あ、やっちゃったんだなって思って、ちょっと、あとで詳しく見ようかなって。これあれだったよな、ボットでもう、クマとビズが行ったの分かった後、あとダイブしたってだよ。しようとしてケイトリンがここまで下がった後に、なんかフィズやれるかもしれんっつってミッドに残っちゃって、そのままボットから流れてきたボリビアに殺されたシーンだね。ああ、完全に良くないね、それは。これはもうやらかしたいや、こういうの結構俺ムキになっちゃうんだよね。まあ自分もムキになるね、こういうの。一応トップ側に寄って、一応寄せてるのかこれは。まあ一応寄せてるけどって感じだね。あんま意識してない。あげる、うん、プレデタークマ完璧に舐めてた。プレデター使ってないけど、まあ、運命の26分まであと12分やな。じゃあ俺うまかったね。うん。レッドチームのパワーが破壊されまし
うーんとか言ってる。なんか集団戦すげえ早送りされていってない？いいとこやん、しかも。ここ俺いいとこ。向上心の塊だからさ、僕は反省点が聞きたいんだよ。俺こんなんバカバカ出せるもん、忍者僕は。この宮園良いよな。いや、ちょっとごめん、ボーッとしてた、すまん。ボーッとした。26分俺脳みそから記憶を消してるんだけど、もう残っちゃってるからみんなの脳みそ。もう怖えよ、見るの。いやだって自分さ、めっちゃうとうとしながらさ見ててさ、26分のさ出来事起きた瞬間何やってって、もう大声上げちゃったもん。いきなり目がパッチリ覚めた。もう分かっとったもんね、これ別に近いの。分かってた？俺さ、アムムがもうここは入ってるから、アムムと一緒に中入っちゃおう。えなんか戦場の霧、あーやってみるか、やってちょっと巻き戻してみるか、一回見てみるか、こんな感じだね。でミッド側も取られてて危ねえなって感じだったんだけど、アムがねポポポポポポって入ってるわけ、うん、入ってくわけよ、うん、で心ぐらいまで入るんだよね確か。あ、いけんだっていう。どっちにしろ怖いけどな、モルガナ帰ってるし。あー、もうダメなんだ。あ、モルガナ帰ってんのも見えてねえわ今。自分もうギブかなって思っとったから、あ、わざわざ入るなみたいな感じになってた。あのさ、俺いつも配信とかでも言われるんだけど、ドラゴン前のさセットアップって忍者などんぐらい前に意識する？視界取り時間、ウェーブのあれとかもあるやろうけど、30秒前にはやっぱドラゴン前にみんながいるような状況だと、まあ、余裕あるよなって感じやけど、まあ早く行けるんやったらサポートとかジャングラーがもう1分前ぐらいから周りの近いとか取ったらいいんちゃうかなって思うけど。はい、待って、これ行った理由なんだけど、ちょっと見直させて。これね、行く判断をなんかしたんだよな。なんでしたの？決定的な何かがあったんだよ。あ、これだこれがルルが帰ったから。ルルが帰った、ヨリックがもうボットインフィタ枠タイミングで押してたから、あ、ルルがいねえわで始めたんだ。でもルルいなくても普通に瀬戸とかは TP で寄ってこれるし、さすがに危なくない？VC で来てたらホーク入った瞬間もう下がっちゃった方が良さそうだけど。あ、もうどちらにせよならやるのないんだ。自分なんかルル帰っちゃっても、うん、なんか他の敵が割と近くてもうすぐ様子見に来そうだからやんないかな。で価値でさ、このぐらいの時間帯ジャングル借りまくっていいよね。うん、借りまくってもいいけど、人間って感情っていうもんがあるから、ほどほどにした方がいい。いや、まあ、これマジで冗談とかじゃなくて、割と気分優れなくなったらプレイに結構影響出るゲームだから、マジで割とちょっと残しといてあげた方がいいよ、ジャングルには。めっちゃわかるんだけどさ、俺もその心だったんだけど、なんかカッシーとかカサリンしてるとき変わるんだよな。カサリンは話また
変わると思う。もう本当にさ、はい、もう誰の配信見てもさ、もうカサディンがいるときさ、カサディンのレベルピングするやん、みんな、もはや。してる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 。だからもう、経験値とか売ったら、取ってもそんなになんか、あんまり思われんと思うけど、本当カサディンとか以外は、あんまりね、なんか完成するとかじゃない限りは、ちゃんと残してあげた方がいい。そういうチャンプ枠だと思っちゃってたわ。16位になっていきなり変わるチャンプではないし、そうか、レベルによってガツンと変わる。あ、なるほどね。まあ、取ってジャングルが他になんかやることありそうかなとか、2キャンプ残ってるから1キャンプ取ってもいいやろとか、そんな感じで逆サイドだね。逆サイドでなんかやってたらとかね、逆サイドでなんかやってて、なんか自分がロームとかもうちょっと微妙だなって思った時は、まあ、別にその序中盤全然とってもいいと思うけど、ジャングルが次何しそうかなって今の顔やばまもなくブルーチームのインヒビターが復活します。いやでもキャリーを履き違えてるかあるな俺。ここなんだっけ、ここ取り切ったんだよな。取り切って相手が本当に全力で追っかけてきて囲られたやつだけど、正直もう人数差できちゃったから、取らなかったら取られるだけやから、もうしゃあないと思うけど、そのまんま終わったっけ。そんなことない。いや終わんなかった、確か終わんなかった。じゃあもう取るしかないけど、クイグブルーチームダブルキル。まあ、フィズ用のアイテムなんか一つ欲しかったかなって感じは。あー、アイテムやっぱストップ欲しかったかな。ストップ、まあ、最後の場面とかもストップ欲しかったかも、5大聖地中年って感じやけど、まあ、フィズ対策ストップ欲しいいいし、他の対策にもなるから、あってもよかったかもしれない。レッドチームのインヒビターが破壊する。来ておらんかったら別に、余裕で解除できそう。ウォッチなくても解除できそうやけど。はい。忍者さん、ありがとうございました。はい。いや、マジで、その、そっか。寄る寄らないのタイミングは、別にある程度最適解を引けてた。序盤の方の。こんな感じでいいんじゃない。いや、 やっぱ最初だと思うな。最初重要だと思うよ、やっぱ。うんだよな。まず課題はレーニングマナを使わないでちゃんと E で CS を取る。マナを高い状態で保って、いつ相手とかハラスをしてるレベル3までに、うん、で寄る時に自分のレーンだけではなくジャングルのマナレベルを見る、ヘルス。うん、それな、マジで俺本当に考えてなかったわ。マジでセンキュー。またするよね。え？ありがとう忍者、こんな時間に眠るのに、はい、助かったマジで。やっと。はい。はい、おつ。じゃあな。おつ。いやー、オッケー。ちょっともう一一回おさらいこっか。ちょ見ててマジで。このね、刺さってんだよちゃんと。心。あー、これ届くんだ。びっくりした、マジで。はい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 。敵のキリングスプリー。あ、これいかない？グレーシャルか。いや、これモルガナ近い、問題ない。これいや、それ届いちゃうか。
敵のトリプルキル、敵のクワドラキル。